日本ハワイ移民資料館は山口県大島郡周大島町西屋台にある官役移民の歴史を紹介する施設である。官役移民歴史コーナーの他に移民たちの労働と生活コーナーや映像で紹介するシアタールーム等がある。日本におけるハワイ移民政策は1860年に日本の万円元年県米施設がハワイに寄港した際、 カメハメハ4世から労働者供給を制限する新書を信託されたことに始まる。1868年には在日ハワイ領事の友人版リードが日本人153名を無許可でハワイへ移送し、明治新政権がこれに抗議した結果、1871年にニップ州交通省条約が締結された。ハワイ王国、カラカウアオは、 1881年に日本の土を踏む最初の外国元首として艦隊された。第1回の移民募集には予定人数の600人をはるかに超えた2万8000人以上の応募があった。そこで選ばれた944人を乗せたシティ・オブ・東京号は1885年2月8日2週間に渡る船旅を終えホノルルに到着した。 数日間検疫などのため移民局の収容所で過ごした移民たちは3年間の契約労働に従事するためハワイ島16カ所、マウイ島6カ所、カウアイ島6カ所、オアフ島1カ所、ラナイ島1カ所、計30カ所のサトウキビ港地に分かれていった。1894年に官役移民が廃止された後は弁護士の星とールラが 日本政府に働きかけたことから民間移民会社が認可されることとなった。これにより30社以上の民間移民会社が設立され勢力を誇った。1985年にはカラカウア王はハワイ日本人移民の父としてワイキキゲートウェイ公園に銅像が建立された。江戸時代中期以降人口増加が著しかった大島郡では島の限られた土地では 生活ができず、伝統的に、大工、萎縮船乗りなどによる出稼ぎが盛んであった。さらにハワイ移民の話が持ち上がった頃には、全国的な不況に自然災害が加わり、大島軍では、人々は、餓死寸前まで追い込まれていた。こうした事情を知る山口県は、大島軍からの募集に特に力を入れ、軍役所、村役場も大いに努力を傾けた。 住民にとってもハワイでの好条件は耳寄りな話であった。その結果第一回の艦薬移民では大島郡出身者が全体の約3分の1を占め艦薬移民時代を通して約3900人が大島郡からハワイに渡っている。かつてはイモクイ島と呼ばれていた大島郡はこうして移民の島として知られるようになった。現在でも スオー大島の住民は、ハワイに親戚を持つ者が、数多くいる。山口県及び、大島郡の官約移民年度別統計によれば、1885年から1894年の10年間で26回に、渡り、移民を送り出しており、全国で29,084人、内山口県14,24人で、大島郡からは、3,914人もの方が、 ハワイへ渡っている。都道府県別では、広島県、山口県、熊本県、福岡県、新潟県の順である。資料館の建物は、1926年に、事業家の福本長江門が自宅として建て、1995年に、日本ハワイ移民資料館に寄贈されたものである。福本は1897年に16歳で、 サンフランシスコに渡り、貿易事業で成功し、1924年に帰国した。ハワイに渡り帰ってきた人物の住居を改装した、木造2階建ての建物であり、古民家の佇まいを感じさせる。ありがとうございます。